Bedroom Radio Club。 20歳のシンガーソングライターマサが噂のアーティストを徹底調査。気になるミュージック探偵社。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マサです。最近料理にハマっておりまして、餃子を作ろうと思ったんです。で、どうしてもこう SNS で見るようなこう羽根付き餃子をね作りたくて家で頑張ってたんですけど、料理してる途中に羽を作るためですね、薄力粉を買うのを忘れていたことに気づきまして、お好み焼き粉で代用してみようと思ったんですけど、できて食べた瞬間に餃子から鰹節の味がするんですよ。そして念願の羽もできず、残念な結果となりましたので、これを見ている皆さん、よかったら美味しい餃子の作り方と羽付き餃子の作り方を教えてください。というわけで、次世代を担うアーティストたちがパーソナリティを務める YouTube で聴ける音楽プログラム、ベッドルームレディオクラブ。各週土曜日22時公開のこの番組は、私マサが毎回気になるアーティストを迎えて、なんで気になるのかというところを徹底的に探っていきたいと思います。ということで、今回の調査対象なのですが、アリサさんです。はい、いつもの通り調べてまいりました。福岡県出身のアリサさんは3歳からエレクトーンを習い始め、8歳でピアノに転向。また中学卒業を機にアコースティックギターの弾き語りも始めたのですが、校則の規定によって学校の外での活動が制限されていたそうです。その後大学に進学すると、それまで抑えられていた鬱憤を晴らすかのように積極的に音楽活動を開始。セッションユニットプラソニカ大阪に参加しながら、個人としても創作活動、ライブ活動を展開しているギター弾き語りのシンガーソングライターさんです。この番組を見てくださっている方はおなじみだと思いますが、僕も参加しているセッションユニットプラソニカは、個々に活動しているシンガーソングライターさんたちによるユニットでございます。現在は東京、名古屋、そして大阪、それぞれのエリアで集まって定期的にセッションカバーをアップしているのですが、今回の調査対象アリサさんはプラソニカ大阪のメンバーさんでございます。今回は東西のプラソニカの違いみたいなあたりも掘り下げていければと思っております。というわけで早速お呼びしてみましょう。アリサさん。はーい。あご無沙汰です。ご無沙汰です。お久しぶりです。アリサさん。はい。アレ君とのコラボ曲聞きましたよ、僕。ありがとうございます。いえいえいえ。曲名何でしたっけ。ホワイトノイズ。はい、ホワイトノイズとなっています。聞かせていただきました。めっちゃ良かったですよ。ありがとうございます。僕高校の時からアレくんさん、それこそバカとか聞いてたんですけど、うん、なんで今回またコラボすることになったんですか。夏頃に、アレくんさんから DM いただきまして、ほう、こうやってみないかみたいな、いう優しいお誘いがあって、はい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 、はい、実現できました。なんかちょっと調査しちゃったんですけど、はい、そのDM したきっかけがなんかプラソニカだったなんて話は本当なんですか。あ、本当らしいです、ね。ちょっとそれが、はいはいはい、一番嬉しかったことで。いや、僕も嬉しいですよ。だからプラソニカをそれこそアレくんさんが見てくれて、アリサさんの声いいなと思ってコラボした DM ですよ。そうですよね。あ、でもあれですよね、去年の11月27日のプラソニカチャンネルでリサさんとウルさんの再会公開したじゃないですか、はいはい、その時大阪からアリサさん参戦してくださったの。ちょうどそのぐらいの週に、アレくんのその新曲のレコーディングがあって、はい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 。でそれで、はい、その近くに、東京のレコーディングがあったので、はいはい、もうぜひ参加させていただきたいなと思ってお邪魔しちゃいました。ありがとうございます。どうでしたか、東京のメンバーは。それこそ本当に私、プラソニカ自体がずっと好きで見てたので、あ、はいはいはい、でそれで画面の外から見てたメンバーの人と一緒に同じ空間にいるっていうことがもうまずすごい嬉しくて、はい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 、それがまず奇跡の一つ目だったんですけど。あ、何個もある感じ。何個もある感じ。何個かある。2つ目はその、ひかりさん。はい、児玉ひかりさんですか、はい、はいはい、がすごい好きで、歌声とかが、でその参加メンバーにいるって聞いて、なんかもうそれがもう2つ目のこう喜びというか。ひかりさん、ひかりさん聞いてますか。アリサさんめっちゃ好きって言ってますよ。大好きです。それは本人に伝えれたんですか。
伝えれてないですね。ちょっとにかく緊張してたので、うん、え、そんな感じで思えなかったですよ。いやもうめちゃくちゃ人見知りしちゃうんですよ。ドキドキでしたね。というわけでですね、今回はですね、プラソニカ大阪からアリサさんがゲストということで、プラソニカの東西の違いみたいなものをキーワードにちなんだ形で紹介しながら浮き彫りにしていきたいと思います。大阪と東京の違い調べていこうと思うんですけど、一つ目のキーワードです、こちら、ババン、クラッシャー&ビルダー。これ意味わかります？意味わからないです。じゃあ俺もちょっとわかんないんですけど、東京には東京の、大阪には大阪のムードメーカーみたいなメンバーもいると思います。そういったパーソナルの部分を壊し屋とリーダー格みたいなキャラクターで紹介していきたいと思います。イエーイ、イエーイ。誰だろう、じゃあ僕からいきますね。はい、ムードメーカー、やっぱミキマリアさんですかね。あ、そうなんですか。え、意外ですか。え、私はマサ君やと思ってました。、まあ、僕も確かに結構、まあ、ムードメーカーしちゃうんですけ ど、 なるほど。それこそ東京メンバーってめっちゃムードメーカー、いろんな種類のムードメーカーがいるんですよ。そうなんですか。そう、例えばこうみんなを睡眠に、いざなうムードメーカー。あの成田アリっていう、まあ、ずっとどこでも寝る人がいるんです、はい、うん。で、あのもうよくわかんないことを永遠にしてるミキさんっていう、あのマジその、みんなが、どうしたってなるようなムードメーカーっているんです。はい、だから単純にもうみんなが思ってるムードメーカーってミキマリアですかね。あ、なるほど。でもなんか最近東京に新メンバーがたくさん入ってきまして、あ、はい、あの悩ましいんです。なんかいろんな個性がちょっとムードメーカーがのもう嵐というか、なんかすごいやつ、個性の塊。そうそうそう、個性の塊だから、あの、まあ、今後期待だなって感じですね。ああ、そうなんです。え、大阪は、大阪もムードメーカーの役割っていうのは分担されてる感じです。分担されてるんだ。時と場合によって変わるんですけど、2人いて、1人目が、もう1人目はもう、あの、もうエミホノちゃん、エミホノちゃんですね、ですね、はい、もう2人目が小松音ですね、はい、小松音はもうとにかくお笑いのセンスがすごいんですよ。はあはあはあ、ツッコミとか、うん、誰かがボケたら、うん、いや何々やしみたいなのもすぐに言えるし、なんかとにかく面白いですね、言ってる言葉が、あ、なんかそれわかります。わかりますか。うん、最近流行りのね、あのクラブハウスっていうのがあるじゃないですか。あれでたまたま音さんとなんか会話することになって、はい、なんせ iPhone8 をバカにしてくる。あ、それ iPhone8 だからですよ。あ、私11なんで、あ、8だからですよってめちゃくちゃバカにしてきましたから、ね、初めて喋ったのに。でも気が悪くならない喋りですよね。そうですよね、うん、だから場が和むというかムードメーカーだなと思います。はいはいはい、大阪の、はいはい、確かに、うん、じゃあ続いてのキーワードいってみましょう。はい、どうぞ、おすすめの1曲でございます。おすすめの1曲、はい、東京プラソニカ発足して4年半近くが経つのですが、実は僕個人のキャリアと大阪プラソニカの発足はあんまり変わらないです。ということで、自身が参加してから公開になった楽曲で特におすすめの曲を紹介し合いましょう。イエーイ、イエーイ。どっちからいきますか。じゃあ私から、はい、いきます。オレンジスパイニークラブさんの金木星です。はいはいはい、なるほど。やっぱビビッと来てるよ、君のイメージ金木星よ、香りまでもそうちゃうなんてバカね。あれ確かリモートでしたよ。そうです、リモートものなんですけど、私はあれが一番好きですね、個人的に。もう最後のみんなで歌ってるとこなんですけど、こう声が重なり合ってすごいいい感じに響いてて、何より自分がそのリモートやったんですけど、うんうん、弾いてて楽しかったっていうのと、ベース弾いてて楽しかったっていうのと、はいはいはい、あと歌ってて楽しかったっていうのがあるので、金木星はおすすめですね。大阪のその楽しさっていうのが出てるのかなって思います、リモートでも。確かに確かに、そうかもそうかも。僕はなんだろうな、まあ、僕のデビュー作の I'm Here なんですよね。今見てみると、うん、なんせダサい。そんなことないでしょ。いや、あのびっくりしました。あの黒髪の時の僕なんですけど、
まあ、改めて見るとこの最後そのままっていうところがあるんですけど、まあ、落ちサビをデビューだからいただいたんだと思うんですけど、もう薄めでそのままって言っててめっちゃダサい。そのままありのまま、そのまま。え、あれ、あの角度意識してたんですよね、自分の。あれ意識しすぎてもうなんか変なとこ見てましたもう他は本当にハーモニーとかね、プラスミカらしさがあってこう、はい、すごいいいのにデビュー作のにめちゃくちゃダサいって約1年になったプラスミカ、僕の成長を見るにあたってはおすすめだなと思いますいい思い出ですよね、今、はいはいはい、振り返ってみたらね。そうそう行きましょう。じゃあ続いてのキーワードこちら、ローカルルール。あーなるほどねプラソニカも長年やってると現場で生まれてそのまま定着しちゃったような言葉があったりいたします。そういったローカルな言葉ルールを教えてください。まあまあ東京ではあるんですよ。あ、じゃあ最初にフータダイっていう言葉があるんですけど、はい、え、アリサさん何だと思いますか？フータダイ。はい、フータダイ。フータダイ、もうフータって聞くとまずイメージするのが、はい、高村フータさん。いやもうその通りですよ。あ、合ってますか？合ってますよ、うん、フータダイ。はい、あ、わかりました。あ、わかっちゃったあれですね、あの、はい、身長かさ増しダイですね。そうなんです、そうなんです、あのヒドラみたいなそうだからスタッフさんにフータ台持ってきてって言われたら僕がフータ台、はい、持ってくるんです。赤いフータ台って呼ばんです、ね、そうなんです、それ、はいはい、なるほど。大阪では何かありますか？大阪では今ずっと考えてたんですけど、はい、ルールとかそのローカルな言葉とかないですね。ないんかいないですね、大阪は。ないんかい、はい、きっと大阪に受け継がれたのはあの伝説の男のこれだけですか？あ、これはもう、はい、愛おしゃれじゃない、ちょっとなんかやらせていただきましたちょっとおもろいな、これちょっとやるの夢だったんで。あー、そうなんだ。名字が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、これそれこそ名前ないじゃないですか？あ、ないですねでも結構大阪の皆さん使われますよね。使いますね。名前今決めちゃってください。今決めますか？はいはいはい。じゃあ上野さんで怒られる大丈夫、言ってきますもうこれはもうこのことを、あ、上野さんやってくださいって言ったらみんなこうやってやるんですよ。上野さん、わかりました以上、東西プラスに勝てて比較のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ロードクホームズ。続いてのコーナーは、私を私マサが泣きなしのイケボを生かしてゲストアーティストの歌詞の中からその一部を抜粋して朗読、作品の中からアーティストの真相に迫っていきたいと思います。今回ピックアップしたのはてん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 丸という楽曲から、それでは早速朗読させていただきます。会いたい時にすぐ会えちゃう存在を大切にしていきたいと言ったから、今私がここからいなくなったとしてもあなた大丈夫だよね。ということで、アリサさんのてん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 丸という楽曲の一部を紹介させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲はどんな曲なんですか？主人公が女の子なんですけど、はい、女の子がいて、うんうん、でその女の子には大切な人がいるんですよ。はいはい。で2人は恋人同士なんですけど、うん、この女の子が病んでしまうんですね、日常生活の中でいろいろとあって、はいはいはい、でそのいろいろと病んでる時に喧嘩みたいなことをしちゃうんです、この2人は。あ、で男の子はカチンと来て、うん、会いたい時に会える人他に探すわみたいな、なんか心で寄り添ってほしいのに、はいはいはい、今の君じゃダメだわっていうので、はい、言っちゃうんですよ、思ってもないこと。それで女の子は、うん、もうその言葉にも耐えきれなくなって、はい、最後はベランダからえ落ちちゃうんです。動いてますか？あ、ごめんなさい、今なんかそういう物語を
歌にした曲です。はい。はい。切な。マジか。そうなんですよ。だからライブハウスとかで歌う時も、うん、私歌う時ってオリジナル曲歌う時って、うん、頭の中でその絵本みたいなものだけど、はいはい、こう自分で読み聞かせしてる感覚で歌うんですよ。へえ。だから、うん、いつもそのあなたは大丈夫だよねっていう歌詞の時に、うん、こう胸が苦しくなって、うん、思いが強くなります、歌いながら。アリサさんは曲を作る時は結構自分で物語を書かれて、そういう物語を書いてっていう曲を作られるんですか？そうですね、なんか自然にそうなっちゃうんですよ。物語になってしまうというか。はい。この曲はめちゃくちゃ興味湧いたんですけど、はい、どこかで聴けたりするんですか？ YouTube の個人チャンネルで公開しております。はい。皆さんぜひ動画のご覧ください。はい、はい。というわけでいろいろお話を伺ってきたのですが、そろそろお時間です。毎学校ではライブ演奏をしていただいているんですけど、今回は何を？今回は、はい、私のオリジナル曲、はい、彼らが海で出会うまでという曲を演奏しようと思います。ありがとうございます。はい。その曲はどんな曲なんですか？この曲は遠距離恋愛をしていて、はい、夜の電話で将来はこういう感じになってたらいいねって語り合ってた2人が、はい、うん、その後実はもう一緒にいてなくて、うん、お互いに相手を思いながら、うん、一人寂しく夜を迎えて、後悔とかが重なる中で、うん、いつかは出会えたらいいねっていう曲です。また寂しい気持ち。さっきまでわーとかやってたのに。さっきまでエミホノのことちょっとバカにしてたのに。それだいぶ前。ごめんなさい。マジか。その今から演奏させていただきます、はい、彼らが海で出会うまでという曲なんですけど、はい、2月の22日月曜日の19時からミュージックビデオを公開します。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。明後日公開でございます。イエーイ。公開します。皆さんぜひそちらの方も見てください。お願いします。お願いします。というわけでじゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。彼らが海で出会うまで。本日のゲストはプラソニカ大阪からアリサさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。電話越しに聞こえるあなたの声も
聴いていただいたのはアリサさんで彼らが海で出会うまででした。アリサさんがこうセリフでいい声で読んでいただくっていうのもあるんですけど、さっきアリサさんが言っていただいたようにこう読み聞かせ、こう言葉一つ一つにやっぱ重みがある歌い方で心に染みるものがありました。それでなんと今回は東京と大阪との違いを2人で話し合ったんですけど、まあなんせ一つ変わりないことはメンバー全員個性が強い喋っても喋ってもキリがない個性が強いっていうのが、ね、伝わりました。じゃあ今度は名古屋ともね比べてみようかなと思いました。というわけでお送りしてきましたマサの気になるミュージック探偵社は今回の調査ここまでです。また次回もお楽しみに。お相手は20歳のシンガーソングライターマサでした。バイバーイ。制限のない毎日ゲーム AK の先を見せてよ。だけど未来を信じてマイクに手をかけた。